さあ、行くぞ。96年からです。ああ、もう初期の初期です。本当に岩田が強かったかなっていう。ああ、すね。まあしょうがないかなっていう感じで。ファビアン・ゴンザレスです。ああ、ちょっと手焼きましたね、いなかったじゃないですか。最初のアウェーの岩田戦の時に、うんうん。だからなんかちょっと嫌だなと思ったんですけど、やっぱりそこにどんどん合わせてきて結構。なんかやられてたかなっていう感じはしましたね。たらればですけどね、小柏選手がいないとなんかやっぱり全然違うチームになっちゃうかなっていう感じだったんで、まあ、小柏がいてくれたらなっていう感じはちょっとして、結局うちのやっぱり最大の武器って小柏選手なんですよ。東野ですね、もう今年本当になんかもう大化け、いい意味で大化けしてるんで、もう自信持ってどんどんやってほしいですね。ありがとうございました。十何年かな、うん、あのメンツだったらね、もうちょっと勝ってほしかったかなって感じは、やっぱり自分たちのミス絡みでやられたかなって感じはしてますね。やっぱり崩しもちゃんとやってきてたんで、最後フィニッシュ枠に飛ばしてほしかったっていうのがありますよね。やっぱり怪我明けの深井君には頑張ってもらいたいと思ってます。もうめちゃくちゃ押してるんで頑張ってください。ありがとうございました。96年からちゃんと見出したのは2007みゆみゆぐらいから。勝ちたかったね。勝ちたかったね。ここまでの積み重ねで突破はできたっていうことなので、今日は負けましたけれども、たまたま今日が負け試合なんだっけ、でもそれまでの試合があっての、そうですよ、ね、突破なので、向こうだけ8番の子がすごい良かった気がします。大盛りですね。あーですかね。すごい嫌だった。すごい嫌だった。そう、すごい嫌だったです。5番の選手体張ってたなと感じました。ディフェンダーかなということ、うん、5番で5位が見たかった。もっともっとミドルが見たかった。菅ちゃんがいれば、あ、そうだね、惜しかったですね。シュンタ出ましたね、今日出ました。私は脳押しです。去年6だったんで、あ、ちょっと、まだちょっと元カレ状態。そうですね、ちょっとまだ昇進的な感じ。もう大好きです。おばさん応援してます。ありがとうございました。9年、徳良とかそのぐらいの。あ、そうです、ね、あ、徳良と内村です。いや、なんかもうなんでこんなんでグループステージ突破したんだろうみたいな。なるほどね。勝っては欲しかった。 J2 のグループが相手だったので。あ、古川陽介です。あー、よかった。31番一番最初にコンサートの試合見たのが去年の岩田戦で、うん、ファビアン・ゴンザレスにすごい目を引かれまして、ファール取りに来てるのかなってくらい倒れてたので、うん、ちょっとそこがちょっとおっかないな、ファビアン・ゴンザレスが、はい、すぐ仕掛けてくるし、カットインされたらもう絶対シュート打たれんじゃないかってくらい怖いし、うんうん、ツートップがなんか、うん、いまいちなんか攻撃の動きが良くないっていうか、やっぱなんかミシャはワントップツーシャドウみたいな感じなんで、ツートップはなんかあんまっていう、なんだかなって勢いというか、コンサドーレらしい試合が見れればよかったのかなっていうのは。いや、オガシはすべき。あ、いや、もう5人ですね。サランヘ。あ、出たサランヘよ。ファイティング。ありがとうございました。